メロロクです。よいしょ。はい、皆さん土曜日ですね。え、はい、今日は今夜は、また森永銃の話だよね、しましょうか。今日ね、蒲田に行ってきました。蒲田、まあね、あのいつもの食べ歩きの動画を撮ってきたりとかしたんだけれども、蒲田っていう町ね、面白い町、すごく面白い町ですよ。でね、蒲田、割と私にとって縁が近いというか、蒲田もね、知る人ぞ知ると言ったらおかしいですけども、あそこにはね、モデルガンショップの、マグナムショップ無限さんというところがあるんですよ。で、多分ね、今日ね、四半世紀ぶり、下手すると30年ぶりぐらいに行ったかな、確かこの辺りじゃないかななんていうことでね、行ってみたんですけども、いやー、なかなかにしてね、昔のイメージそのまんまだったよね。まあ品数もありますし、まあ店長さんというかね、おかみさんなのかね、もういらっしゃってね、そのおかみさんがね、おそらくこんなこと言ね、女性に言っちゃうと失礼なのかもしれないけど、70代ぐらいなのかな。まあ詳しい。本当はね、このパイソン、パイソン用の、まあ確かにこれね、田中の純正のあのグリップをつけてるんですけど、ちょっとね、海外の実銃のグリップ、アルタモント製のやつね、が欲しいなと、無限さんならあるんじゃないかなということで、ね、覗きに行きました。で、まあ結果言うとね、スミスの、リボルバー用の、グリップは結構豊富にありました。あとこのあれですね、911系。911系もあったんだけれども、やはり、スミス、スミスのタイプが一番多かったかな。でね、パイソンはね、田中の純正ありました、オーバーサイズ。オーバーサイズあったんだけれども、せっかくだったらね、このスティールフィニッシュに合わせて、アルタモントないしは、まあ、パックマイヤー、ラバーグリップはあんまり好きじゃないんだけどね、まあ松田優作の蘇る金楼、なんかだとこのパイソンに、パックマイヤーの、ラバーグリップ、当時はね、ラバーグリップなんだなんつってね、思ったんだけどね、海外で実際に実銃を撃った時に、確かにね、この、木製のグリップよりは、まあ、木製のグリップって言ってもね、この部分、この部分ね、
この部分はもう完全に金属なんで、そうするとダイレクトにね、ホールドするときっていうのはこのちょうどね間の谷間にこう入るんだけども、これで、まあ、打ちますと、まあ、ダイレクトにこの金属がねダーンとかなり痛いんですよ、これマグナム打つとね。まあそういう意味ではラバーグリップなんかはここまで覆ってしまうタイプなんで、かなり、ハンドリコイルに対してはマイルド。まあね、そういう意味でもね、ある意味実践的ではあるとは思うんだけど、ただね、どうしてもね、まあゴムじゃないですか、ラバーグリップというだけあって、ね、なんかこのグニュグニュ感というかね、しっくりこうホールドした時の、例えばこういう木製のグリップだとね、こうチェッカリングがこうバチッと立ってると皮膚にまあ食いつくというかね、うん、このホールド感がちょっとね急須になるんですよ。なので私個人的には、ラバーグリップってあまり好きじゃない。まあ確かにね、リコールのショックはねマイルドに吸収はしてくれます。まあ、だけどね、まあ言ってもおもちゃの話なんで、これはまあ実銃の話もそうだけど、おもちゃにね、そういう云々かんぬんの理屈をつけてもね、というところもあります。で、開く前はありましたが、やはり、金属には木だろうと。まあこれは厳密に言うと金属ではないんですけどね。まあそんなんで無限さん覗きました。そしたらね、委託販売なのかな、まあ昔のね20年前30年前のね、まあ保存状態のいい、中古品のねモデルガンが何丁も、展示されてましてね、まあ、それがこうプラスタグついてたわけですよ。で、上野のアメ横にあるように変なプレミアム価格がついてないところがかなり好感を持ってたんですけれども、ダメだよね、ああいうとこ行っちゃうとね。ちょっと2、3丁手に取らせてもらってみましたけど、いやー欲しくなっちゃう。まあね、今年に入ってまた本当に 何ヶ月っていうかね、まあ一月二月の話ですけど、もうねこの2丁も手に入れちゃったんで、まあさすがにね、こんなポンポンと買ったら余計だね。ちょっと今日はね箱の方のご紹介しますよ。これね実銃を模してます。これはもちろん紙なんですけど、実銃こんな感じの箱に入ってますよ。もちろん木です。これパイソンの箱ですけどね。まあこの字体から何から、まあ田中さん結構細かいよね。実銃ってねこういう箱に入ってるんですよ。パラッパラの準備というの箱に、ね、いやそうと、これはパイソンは残念ながらガスガンなんでね。ただお値段見てもらいます、ね、よいしょ。ちなみにこのスティールフィニッシュでこの値段です。はい、同じくスミスね、スミスの、モデル29、6.5 インチブラックカウンターボワード。あとこのカウンターボワードって何ぞやっていう話をまた、今度しましょうね。お値段こういう感じです。ですからこの2丁で、約5万円プラス
木製グリップ、これオプションでね、こっちが約1万円、こっちが8900円かな、ということで、まあ、約2万円という換算だと、要するに今、画像に映ってる、この2丁で、そうです、7万円もするわけですよ。7万円だよ。ねえ、そういう世界なんですよ。まあ昔はね、モデルガンここまでお値段しませんでした。だいたい高くても1丁1万円超える、なんてことはあまりなかったと思うね。ちなみに私が一番最初に、買った、銃は、こいつの4インチ。国際産業の金属モデルでした。お値段、未だに覚えてます。当時6300円。金属で6300円です。もちろんブラックモデルも大体値段は一緒でした。ね、普通はこう、まあ、プラスチックモデルっていうかね、こう強化 ABS の方が値段が安いんじゃないかっていうことなんでしょうけど、金属モデルガンも ABS モデルガンも、値段ほぼ変わりません。一緒です。まあ特別なもんでね、例えばウエスタンアームズっていうメーカーがありましたが、そこで、出していましたルガー、まあ、ルガーといってもあのドイツのルガーではなくてね、アメリカの、スタムルガー、スタムルガー社っていうところが出してます、スーパーブラックホーク、これも44マグナムなんですが、皆さんご存知のように少年ジャンプに連載されておりましたドーベルマンデカのね、カノジョージ、刑事が作ってた、7.5インチ、国際の、金属モデルガンで私の記憶が間違ってなければ当時9900円、10インチが9900円かな。で 7.5 インチだと若干安かったような記憶が、まあね、割と最初の頃っていうのはね、重心が長いね、銃っていうものにすごく憧れを持って、大きさこそ正義だじゃないけどね、やっぱり力強いこのマグナム、まあ当時はね、今もうあっという間に記録抜かされてしまいましたけど、当時はね、やっぱりあのダーティーハリが言うように、世界一強力な、マグナム10本、拳銃弾としては、最強だったっていうことでね、この44マグナムなんですね。今はね、454カスールだとか、500マグナム、これもあれはレミントンなのかな、スミス&ウェストンなのかな、なんていうね、バカみたいな中あの弾丸が、ありますけれども、私は500は撃ったことないですね。454カスールも撃ったことない、私の、一番大きなカートリッジの経験は、44マグナム。ただね、こちらの銃はね、前も言いましたけど357マグナムね、357マグナムなんだけど、これで十分。357マグナムだってね、相当な威力ですよ。撃ってる反動も相当なもの。前にも話しましたけど、こんなハンティング用の銃なんてね、コンシールドキャリーでね、自分のセルフディフェンス、要するに護身用で使うような実砲じゃないんですよ。まあバランス、銃のバランス、打ち味、なんかから言ってもやっぱり主流はまだ357マグナムなのかな、ね、これパイソンね、今実銃でパイソン
どれぐらいだったのかな、日本円換算で15、6万、20万ぐらいなのかな、新品だと。でこういうヴィンテージなんかだと上には上がありますからね、保存状態がいいもんだと30万とかね、下手すると50万なんていうですけど、ね、スミスなんかはそこまでの値段はしません。これで約20万ぐらいかな、実情でね。これ新品で買うとそんなにしませんよ。10万ぐらいなのかな。まあその時のレートにもよるんですけどね。確か私の記憶であれば10万円しないのかな。だけどまあ人気のモデルだからね、62モデル29もね。ただ、この形は、1978年、79年が最後なのかな、リビジョン的に言うとダッシュ2という形になります。カメラで寄れるかな、この部分ね。これピンバレル、当時の、スミスはこのピンをね、抜くことによってバレルの交換ができました。それの名残で、先ほど言いましたそのカウンターボワードとは何ぞやと。カウンターボワードっていうのはこのシリンダー内のこの加工の部分のことです。溝がこう切ってありますよね、縁取りのように。でこれカウンターボワード、リセスなんとも言いますけども、これはどういうものかというと、こうジッポをこう装填したときにこのくぼみにこのね、エッジというかこの段になってるじゃないですか。ジッポのく、あのこれリムって言うんですけど、このジッポのねこの部分、これがこう真横から見たときに丸っぽまんま。そうするとね、横からこれを装填すると横から見た時にジッポーが入ってるか入ってないか分かる。まあ要するに対相手に、ね、残弾が入ってるあるかないかとかね。まあリボルバーの場合はこう撃っちゃってもね、オートマチックのようにこう空焼きがね、その都度出るわけじゃないんで、空焼きは中に入りっぱなしなんですけどね。でこういう特殊な加工、今はコストダウンで実情の世界でやってません。で、この頃の特徴、その1978年79年製の、スミスのリボルバー、特にこういうモデル19、モデル19、モデル29、この辺は、79年、80年以降のリビジョンに関してはこういう加工、やっぱりコストかかりますんで、人件費がね、こういうの全部今やめてしまってます。なのでこの頃のスミスっていうのはやっぱりこう付加価値がついてるというかね、プレミア価格になってますなんてね。ちょっと銃が好きな方であれば、こんなのは正直な話、常識な話なんで、何を力入れてそんな話してんだよと言われてしまいますが、まあ、私のチャンネルを見ていただいている方っていうのはそこまでね、マニアックな方もいらっしゃらないでしょうし、ただなんとなく鉄砲が好きだよっていう人が見てくれてるもんだと思ってるんで、一応、そんな話もしてみました。はい、これは東京マルセイのエアガンだね、エアガン、ガスガン。これは、ガスでブローバックします。今ガス入ってませんけどね。これで約800g。ちなみにこれ銃刀法触れませんけども、この部分のフレーム、これ金属なんですよ。だから何気に重量感があります。
コマンダータイプだよね。 4.3 インチなのかな。でやっぱり美しいよね。拳銃の中で一番好きかな、コルトパイソンがね。コルトパイソンね、4インチ。私の世代だと、スタスキー&ハッチ、アメリカのテレビ映画スタスキー&ハッチ、デビッドソウルが使ってましたし、もちろんこのターミネーターじゃなくてごめんなさい、ダディハリー2で、やっぱり同じくデビッドソウルが、なんていうんですかね、闇の処刑人ではないですけど、あのハイウェイパトロール、昼間はハイウェイパトロール、まあ昼間というかね、表向きはハイウェイパトロールの、若い警官なんですが、やっぱり法で裁けない役を、まあ、仕掛け人、仕事人のようにね、死滅をしていくっていう、まあハリーにとって見れば悪役かな。で、使用してたのがこのしかもこの4インチも出てないね。あと日本のテレビドラマ、刑事ドラマで、この4インチではないけど6インチを使ってるのは結構あったかな。あ、4インチ思い出した、太陽に吠えろ、先日亡くなられた渡辺徹さん、ラガー刑事が使ってましたね。あと6インチの方のバージョンで私がすごく印象に残ってるのは、沖雅也さんが、大追跡かな、大追跡で6インチのパイソンを、使用してました。あとはちょっと渋いところで言うとね、大捜査線なんていうね、刑事ドラマね、我らが杉良さん、ね、遠山の金さん、慎吾取物長のね、杉良さん、杉良さんがやっぱり6インチ、あの人も加納刑事、加納警部だったかな、うん、でこいつの6インチを使ってましたね。あとは先ほども話ちらっと出ましたけど、松田優作さんが、私の大好きな、大藪春彦さんの原作をもとに、角川映画でね、昭和54年だね、で公開を、してました。蘇る勤労、朝倉哲也という主人公、松田優作演じる私原作も大好きなんですけどね、原作ではコルトの、まあこういう911の形をしてるやつでね、38口径のサービススーパーだったかな、ごめんなさい、はっきり覚えてませんけども、そういう銃を使ったりだとか、モーゼルの、小型拳銃なんかを使ってましたけどね、やっぱり79年当時、やっぱりそのオートマチックというよりはやっぱりこのリボルバーだったんだろうね、このパイソンに先ほども言いましたけど、パックマイヤーのラバーグリップ、私ああいう映像でラバーグリップを見たのが初めてじゃなかったかな。まあ優作さんはね、やっぱりあのスラッと伸びた足、スラッと伸びた長い手で指も長いよね。そうすると今までその最も危険な遊戯だとか、死亡遊戯だとか、処刑遊戯遊戯シリーズではやっぱりこっちのね、モデル29の8インチかな、うん、使ってましたけれども、俺たちの勲章かな、
中村雅俊さんと共演してた刑事ドラマではこの 6.5 インチでしたよね。私の記憶を間違ってなければね、オーバーサイズのグリップじゃなくてね、こういう、細身のねサービスグリップというか、ちょっと、握りのしぼまれたグリップを使ってたかと思います。グリップセーフティーじゃなくて、グリップアダプターはついてたかな、そんな記憶ですね、まあ話横道ずれちゃいましたけど、まあ一番好きな刑事ドラマというかね、私をモデルガンの世界に誘ってくれた俳優さんは実は大好きな松田優作さんでも大木雅代さんでもないわけですよ。その先ほど言いました大木雅代さんも出てました大追跡に出てきました、ちょっとこの、アウトローというかね、はすっぱな刑事でね、水原刑事役、藤達也さんね、おっとなんつってね、あの人がかっこよくてね、だからね、私ね小学校4年生3年生4年生の頃にそれを見てまして、まあ憧れてね、ジーンズにね白の T シャツ、無地の T シャツにね、赤いジャンパー、当時はねその MA1 だとかあんなのもね、そういう何々モデルのジャンパーなんて分かりませんから、まあとにかくね、あの袋に赤いジャンパー買ってくれ、赤いジャンパー買ってくれって言ってね、でその水原刑事、藤田さん演じる水原さんがね、持ってたのが、4インチのスミスのリボルバーだと私はずーっと勘違いをしていました。なので一番最初に、手に入れたのがこのスミスのモデル、29の4インチなんですよ。ただね、後からもう、中学校高校になってから知るわけなんですけども、実はスミスではなく、水原刑事が使ってたのはコルトの、これメーカーの話してますよ、スミス&ウェストン社、コルト社と、コルト社の、これも間違ってたらごめんなさい、おそらくトルーパーなんですよ、コルトトルーパー、の4インチ。まあ形状がね、このシュラウドがこうね、こういう形の、このアンダースライドがね、この、なんていうんだろう、パイソンみたいにね、こう、下まで来てるタイプじゃなかったんでね、私はてっきりそれがモデル29の、4インチだとばっかり思い込んでました。なので、それを買ったんですよ。で、当然ながら、その4インチっていうこの重心長の水がさ、ちょうどこれくらいなのかな、まあルパンのね次元も同じ銃なんだなつってね、思ってましたけど、ルパンの次元大輔はモデル19、まあ、俗称コンバットマグナムってやつだね。だから私も本当ね、もうまるっきり、勘違いをしてました。ちなみに先ほど言いました水原さんが使った、コルトトルーパー4インチっていう銃は太陽に吠えろの、石塚刑事、ゴリさんも使ってる銃です。まあね、勘違いだよね。まあ細かく、そんな小学生の頃なんてそんな細かくところまで見てないからね。まあ随分とその話をみんなにした時にね、当時のと友達だとかに行った時にね、まあ恥をかきました。はい、まあ今夜は、こんなところで失礼をいたしましょう。また新しい銃を買ったりとか、まああとはその小学生時代の思い出話もね、またこういう形で、やってみたいなと思います。それではバイなら。